日本群馬県紀流市東、久方町東久方町は群馬県紀流市の町名。現行行政地名は東久方町1丁目から東久方町3丁目。郵便番号は376-0053。紀流市の中部に位置する。西久方町、天神町、平井町と共に紀流市第10区に属する。東部は紀流川を境として菱町に、 東南部は東一丁目に、南部は中町に、西部は本町に、西北部から北部にかけて、天神町にそれぞれ接する。中通りが通じており、町内北部が一丁目、中部が二丁目、南部が三丁目となっている。旧金谷レース工業、九十前織物工場、金子織物など、多数のノコギリ屋根工場がある。旧金谷レース工業と金子物及び、 金子家住宅は、国登録有形文化財となっている。かつての下久方村の一部にあたる。1889年の町村政施行により、気流新町、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、久方村平井が合併して、気流町が発足。下久方村は、気流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て、 1929年に大技が廃止され現在の町名である東久方町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。